Space Monkeys TV。 はい、ウェルカム。さあ、今日はですね、僕が普段、動画を撮る時の、格好と、そしてこのバッグの中身を見ていこうと思います。それではまずは準備します。行ってみましょう。はい、準備してきました。さあ、これがいつも自分が釣り動画を撮影する時の格好です。まず何持って歩いてるかと言いますと、もちろん釣り竿、こちらですね。いつも使っている釣り竿はだいたい1本から2本持ち歩いてます。カメラを固定する三脚、これも一緒に持ち歩いてます。で、いつも気になるサルさんの時計って何なんですかっていう風に言われるんですけど、これ実はね、この胸カメラのモニターになるんですよ。こんな感じで今映ってますね。わかるでしょうか。これがね、モニターになります。でもって、これがタックルボックスを入れてるカバン、バス釣りのルアーですね。ちゃんとライフジャケットもつけてます。さあ、皆さんが気になるのはこれだよね。結構入れてますよ。まずはこれ、ビッグベイト用のボックス、針とか重りを入れるカバン、こちら、これ一番見せたいな。一軍のルアータックルボックス、ラバージグボックス、使いかけのワームボックス、ここのサイドのところね。これがだいたい今使いたいワーム類。ワームはその時のね、自分のお気に入りを入れるようにしてます。で、この使いかけのワームボックス、これ一回使ったワームはもうね、すぐ使えるようにね、こう貼り付けたままでポンって入れちゃう悪い癖がありますね。結構今高比重ワームっつって、あの塩がね、盛りだくさんにね詰め込まれてるワームがありますんでね、針にあんまりいい影響は与えない。で、次に一軍ボックス。一軍ルアーボックスは今自分がハマってるルアーや、もう本当に使いたいルアー、これで攻めたいというルアーがたっぷり詰まってます。こういったスイムベイトとか、こういったスイムベイトとか、これもスイムベイトに入るのかな、こういったスイムベイトは。あとはチャーターとか最近ハマってるかな、こんな感じで。このピンクの、これラバージグボックスなんですが、もうラバージグ、スモーラバー、あと大きいラバージグで、時々チャターとかも一緒に入れちゃう。で、気になるこいつ、この緑色っすね。僕ね、 TK ツイスターっていうワームがすごい好きで、もうその専用のタックルボックス、最近ね、ブルーフラット、これもね、ちょっとね、あのある釣り YouTuber からいただきまして、これも一緒に入れちゃってる。もうつまり、もう一番使うであろう、すぐ使いたいってやつはこれの中に入れる。ほぼ TK ツイスターボックスにしちゃってる、こんな感じで。これビッグベイトボックスね。最近の自分が釣りたいビッグベイト、使いたいビッグベイトを入れてます。こんなのとか、ダヴィンチとか、琵琶湖で釣れたクラッシュとか、ジョイクロマグナム、こちら、これがね、小物のバッグ。時々この中に特殊にちょっとリグりたいな、仕掛けを作りたいなっていうワームも一緒に入れちゃうんですけど、フック、シンカー、まあ重りっすね、とか、あとは特殊なワイヤーとか、ちょっとアタッチメント気分でつけたいラバーとかはこの中に入れちゃってます。これ特殊なフックね、あのペラがついてたり重りがついてたりするフック。で、これ重りセット、これ特にヘビキャラで使うやつで、結構使う糸重り、これ使えるんでおすすめ。ネコリグとかをね、やるときにこういったね、フックにつける握れを防止するね、リングなんかも入れてます、これね。ということでですね、僕は普段ね、釣りの撮影をするときの格好、結構ね、昔からやってるんですけど、だんだんスタイルを変えていってます。まあ一番自分がやりやすいスタイルがいいと思うんですが、参考にしていただけたら幸いです。以上、スペースモンキー TV のバス釣り YouTuber のカバンの中身、そして普段撮影している時の格好を紹介してみました。バー